これは2012年の夏に埼玉で実際にあった話だ。狭山市の中学校のプールでおよそ400匹の金魚が泳いでいるのが見つかり、警察は昨日夜から今日未明にかけて何者かが侵入し、夏祭りで余った金魚を捨てた疑いもあるとみて調べています。金魚の数はおよそ400匹に上り、そのほとんどが夏祭りの金魚すくいなどに使われる種類だということです。涼子は歌う、クソ下手に歌う。歌はソウルだからまあいい。しかし問題は、私たちには愛を確かめる相手などいないし、生まれてこの方彼氏いないし、っていうかそもそも埼玉に海などない。海などないのだ。ない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 。絶対当たらないだろ。ロペ当たりじゃねえ。おお、やっべ、音が鳴るから。ポジティブ、怖っ。高いな、高い。なんか来たよ。やばいやばいやばい。当たりいる？いらないっすか？いいよ、やる。待ってよ、そんなんもらったらポジティブ映るよ。ポジティブ怖っ。ポジティブ怖っ。そうなんだ、この街は老若男女ポジティブなんだ。狭いなんて字が堂々と印しちゃってるこの街で、生まれて育って一生を終えるんだ。大人になってイオンと家とコンビニとわらわらの往復で一生を終えるのだ。全然わらわらじゃねえよ。ああ、ポジティブ怖い。うわ、涼しい。まず子供多いな。おい、なんかここって天国じゃない？確かに天国ね。いやいや、地獄でしょ。地獄絵図だよ、ゲーセンは。天国っしょ。地獄でしょ。地獄、それどっちも死んでる。つまりね、この町で生まれた時点でもう死んでんのよ。私たちは生まれながらにしてゾンビっすよ。 Born to be ゾンビっすよ。眉は正しい一理ある。生まれてこの方15年、私たちはゾンビだ。せーの、タミコ、リョウコ、マユ。でもさ、名前なんてさ、いらないよね。だって金魚に名前なんてつけないでしょ。とマユは言うけど、一応言いました。記号としてさ、4人同じ町で育って同じ学校に通って、ああうんざり。なのにどうして一緒にいるんだ。それが青春か。そういうわけで狭山市は、震災が起きようが戦争になろうが、永久に独立国家として何も起きないで変わらない。平和イズ退屈。ここにあるのはどこにも続いていない国道だけだ。
ああ、戦争でも起きないかな。ああ、親死なないかな。ああ、この町まるっと爆発でもしないかな。おいおい、お前らそれ不謹慎だから。不謹慎だから。おかしいです。サボが不謹慎だろうが。不謹慎。不謹慎。不謹慎。本当に恥ずかしいじゃん。不謹慎。不謹慎ね。不謹慎でしょ。分かった。ね、了解。初めて知ったね。じゃあ不謹慎。不謹慎。かかってこいや。不謹慎。かかってこいや。かかってこいや。あかめっちゃ走ってんですけど。全身迷彩のやつだって。あ、あれだ。やばい、本当に来たよ。やば。やば。余計ね。ちょっと出会い系で出会えたみたいだからマジオッツ。あんなんとやりたくないよ。うん、キスも無理。無理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 。おえ。え、誰が行く？誰も行かないっしょ。いやー、でもさ、意外と運命の人の可能性なくもないよ。なくはないけど。ない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 。ここは涼子。涼子。行け行け行け。しょうがないな。行くよ。うん。バッ。いって。やばいやばいやばい。あれだおい。ああ、つまんないね。ただいま。そうっすね。この映画サブタイトルをつけるなら、君はここから出られないのだ、夏って感じか。長すぎちゃうね、タイトルが。さあ、お兄ちゃん売れてるね。あ、でもまだ B 級でしょ。深夜番組だよこれ。それでもすごいじゃん。幼馴染がアイドルだよ。お兄ちゃんすごいな。私はすごくないんかい。もちろん金もすごいよ。優しい子だよ。ほら、去年も県大会で自由形すっごい速くてさ、いやパパ泣いちゃったよ。パパは優しいというかつまらない。だからママは浮気をしている。パチンコ行くみたいにママは浮気に出かけてく。この街は暇すぎるからエンターテインメントが欲しいのだ。パパはそれを知っていて何にも言わない。兄は引きこもっている。部屋でずっとニコ生。こんな家庭だけどさ、みんなこんなもんでしょ。ザ平凡、ザ中の中、ザありふれてる。ん、じありふれてるか。そしてパパはいつまでもヘラヘラ笑ってた。よろしくお願いします。今日はアダルトビデオの話します。ナンパもので、ナンパされた子に車の中で交渉しながら徐々にエスカレートさせていくやつなんですけど、そしたらある女の子が、男優さんの話をガム噛みながらはぁ、あ、はぁ、あ、って言いながら聞いてて、そしたら男優さんが優しかったのに急にすごい剣幕でブチ切れて、女の子を蹴ってバンから追い出して、てめえ人の話聞いてる時にガム噛んでるんじゃねえって怒鳴って、女の子がはぁ、あ、ってなってるっていうところでそのビデオ終わっちゃうんですけど、それを見て僕はかなり興奮というかあれしてて、そうか、僕らは可愛い女の子といやらしいことするのを見たかったんじゃない。今まで僕らを侮辱してきた女の子にちゃんとこう注意したかったんだって気づいて、僕という存在が初めて感じれたアダルトビデオがそれで、
僕はこうそのまま泣きながら涙を上からと下からも流していたっていうそういう話なんですけど。近いんだから。だから何ですか。やめないでくれて水泳部。みんな言ってるよ。いや受験なんで。まだ2年だろ。先輩たちみたいにダラダラやったって意味ないじゃないですか。そもそも大会勝ったって意味ないし、水泳のタイム縮んだって意味ないですよね。人生気づいたんです、そういうことに。気づくなよ。でも頑張るって経験として大事じゃん。マジでそう思ってます？思ってるよ。大会と私の人生どっちが大事なんですか？そんな恋人みたいなこと言うなよ。キモ。言っとくけどな、大会もお前の人生も俺はどっちも大事じゃないからな。その点では平等だからな。チェケラアイスクイグメアイスクイさん、ベタですが私はこの人が好きです。なんでかわかんないけど。海、今日ライブだって行く？行くっしょ、親友だし。はい、なんとって行かないっしょ。ですよね。もう天井日とすうみさんはメスメタルなら行くんだろうな。しかしアイドルってさ、毎日こびてんだろうな、プロデューサーに。抱かれてんだろうな、プロデューサーに。やだやだ、絶対抱かれたくない。抱かれたくね、抱かれたくね、抱かれたくね、絶対やだね。そこの少女抱かれろ、むしろ抱かれに行け。誰だよ。茜です。パチンコばっかりやってます。サミコです。5人子供います。リョウコです。シングルマザーです。マユです。公務員と不倫中です。4人揃って未来のお前らです。抱かれろ、未来に抱かれろ。さもないとこうなるぞ。でもそこそこ幸せ。はい、ポーズ決まった、解散。茜、なるほど、そこそこ幸せか。だったらいいか。どうせ出られないのだこのダンジョン。奇跡が起きないと鍵が開かないシステムなんだ。例えばさ、14と15の間に新種の数字を発見するとか、ちょうど3時に猫に会うとか、服がたまたま信号機とか、トイレの天井にチワワの霊を見つけるとか、朝日と同時に C7 鳴らすとか、そういう奇跡がいくつか続いてやっと鍵が外れるハードモードのダンジョンなのだ。ダンジョン、バカ野郎。あばよ、ちょっとぶつかんねえ。ちょっとお前、ああ、今日も狭山市上空は自衛隊の飛行機が飛んでおります。空も狭い。
この気持ちってさ、大人になったら消えちゃうらしいよ。へえ。大人になったら聞こえなくなる虫よけモスキートーンみたいにさ。あれ、タミコは？あっち。何あれ？隠られてる。わ、藤井。ガラガラ声の藤井だ。あんなガラガラ声で愛ささやかれたくないよね。あ、笑ってる。ヤッピー星の変化。タミコは裏切らないよ。おお、なんだ？え？ムシ、よく見たらリップ塗ってるな。なんで切った？いや、切れって見てみんな見てたからさ。いや、見てないし。え？見てなかったの？マジかー、無駄に切ったー。大好きタミコ、大好きタミコ、大好きタミコ。お前らモテねえだろ。本当は裏切ったっていい、裏切られたっていい、私はそう思ってる。思ってるはずなのにみんなと一緒にいる。怖いんだ。他の3人が何を考えてるかなんか知らないし、知ることなんてできないし。そんな同じ恐怖に怯える者たち、それが友達ってやつか。私はそんな友達と家族と生ぬるいこの街で一生死ぬまで生きていくのだろう。お嬢ちゃんおめでとうさー。大事に育てるんやで。おーい。ねえ、この祭り終わったら金魚ってどうなるんですか？もう処分や。ですよね。あ、悲しいとか言わへんねや。いや、言うわけないじゃん。まもなく中央広場で広瀬海さんのライブ。ところでお前ら行けへんの？興味ないんで。え、それだ。ちょっとだけ見せ場頼んでええから。ちょっと俺実は不安やねんな。ちょっとだけお願いな。ちょっとだけちょっと自分ちょっとこっち入って見せ場。この後少女たちは大量の金魚を盗んだ。警察の発表によると彼女たちはプールで泳ぐ姿が綺麗だろうなと思ってと供述しているそうです。それはどうかな。ただいま狭山、海だよ。はっきり言ってこんな街もう帰ってきたくなかったです。あ、生ぬるいクズばっかりじゃないですか。そういうやつらはずっと一生ここで死んだ目でいろよ。はい、なんつってってことで、サヤマには海ではないけど海がいるよ。みんなありがとう。産んでくれたお母さん、お父さんはいないけど愛人の子だけど、でも私は今いい。お前らは生きてるか。私はまだ15歳だけど、聞いてください。ズー鳴らせ。ワンツースリーワン。
私たちはいつも結局だ。結局真っ暗で、結局綺麗な金魚は見えなかった。結局次の日には事件になっちゃって、結局バレて怒られて停学になった。結局海はファーストだけちょっと売れたけど、すぐに深夜番組でも見なくなった。結局うちのママは浮気してた。それでも結局離婚とかしなくてそのまま。結局私は先生に好きとか言えなかったし、結局そんで夏は終わった。結局受験もそこそこにやって、結局そのままどうでもいい高校に入る。結局私たちはこの町から出ないだろう。結局何も変わらない。結局私たちがやったことに意味なんて一つもない。結局これにて映画ははいおしまい。美しい金魚が見たくてこの映画見た人ごめんね。あ、これ一応サービスカットです。Daddy